コアパーソナルゴルフのアレです。今回は体を縦回転させることについての誤解しやすいポイントについてお話ししたいと思います。もしこの動画がいいと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。体を縦回転させるっていうフレーズでですね、一般的に想像されるのが、そうですね、ずっと肩を下げ続ける動きで振り上げて、下げ続ける動きで振り抜いてくるっていうふうに思われがちなんですね。まあ、これこう前傾を取ったらですね、まっすぐ左肩を下に下に、フォローもまっすぐ右肩を下に下にっていうふうに思われがちなんですね。一見この正しそうに見える動きなんですけれども、やってみると分かるんですけども、ずっと下げてくると、まあ左脇にこう強い圧迫感を感じて窮屈になる、そして体が回りにくく感じるとかですね、バックスイングで肩を下げてフォロースルーでまた肩を下げるっていうとですね、まあ体がギッタンバックをするようなイメージにどうしてもなっちまうんですね。肩は縦回転しなきゃいけないって思っていてもですね、まあ回りにくかったり、一旦バックをしたり、どうしても矛盾を感じてしまうわけですね。実際のですね、肩の縦回転に関してはどういった動きになるかっていうと、若干肩が前に引き出される動きも、これはプラスされるわけなんですね。このアングルから見るとですね、まあそのままぐーっと下に下がるっていう、まあ窮屈な動きに対してですね、このように左肩が少し前に引き出されてくると、これは窮屈感がなくなってくるんですね。下げるではなく引き出してあげる、こういった動きになってくるんですね。正面から見ると真下に下げるではなく引き出していく、この方が自然な肩の回転になってくるんですね。まあ、動きのイメージとしてはですね、まあ、以前行ったこういった8の字股関節の動きですね、手を回しながら肩は後ろ下そして前と、まあ、このようなこう円を描くような形になるんですけども、これはバックスイングにおいてもこれは同様になってくるんですね。下に下がる動き、前に引き出される動き、そうするとダウンスイング方向でも動きがつながってくるんですね。これがこういう動きではないというところになってきます。テイクバックでですね、一般的に思われているこう縦回転ではなくて、正しくこう引き出される動きになってくるとですね、左肩の付け根のちょっと鎖骨の前のなんかツボっぽいところですね、そこにですね、顎の先端が軽く触れるような形になってくるんですね。これですね、腕を肩の正面に出してですね、そのまま肩を回しながら肩を引き出してきて、軽く鎖骨の前のツボの部分にですね、顎が入る場所を探してくるんですね。そこが正しい肩の縦回転の左肩の入るポイントになってきます。そうするとですね、左の肩がトップを上げた時にですね、高くも低くもないというような感覚になるのが大事になってくるんですね。肩を縦回転させるって言って肩を下げるというとですね、今日よりも明日、明日よりも明後日といった具合にどん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 下がりすぎちゃうというようになってくるんですね。安定した形を覚えてくるためには、ちょうどいい高さを知るというところが大事になってきます。縦を意識しすぎると、これは窮屈になりすぎたりしてしまうんですね。テイクバックを上げる時にもですね、まあ、こういった動きの肩の引き出し動作が入ってくるとですね、テイクバックで手は少しだけ前方側にちょっと動いてるんですね、こっちの方に。まあ、肩を縦回転っていうと、どうしても真横に上げて手をまっすぐテイクバックするっていうイメージになりがちなんですけども、これもやはり窮屈なイメージになりがちなんですね。やや前、やや前、でもほとんどの方がですね、
トッポコ上げたところからですね、そのまま右の肩の高さが下がらないまま前方側にこう動いてしまうという傾向がありますので、先ほどのこの動きでいくとですね、ここでもう下がる動きがあればもうこれで縦回転の入り口はこれできてるんですね。縦回転できてない状態というのはこういった状態。そしてダウンスイングでは右のサイドが縮んだ状態からまた引き出していく。そうするとここでも縦回転から、まあ、自然なフォローになってくるんですね。だからフォローにおいてもですね、ずっと下がりながら、まあ、このようなフォローというのはまあ取ることができませんので、下がったところからは開放に向かって、またこれもですね、肩が入ってくる、肩出ないような動きは作りにくいです。下がってから前、そうするとですね、フォロースルーで窮屈感のない程よい前傾の姿勢が取れたフォロースルーが取れるようになってきます。肩の縦回転に関しては、下がる下がるではなく、はい、このようなですね、軸を保った、まあ、なんていうんですかね、こうちょっと背泳ぎのようなイメージですかね、それが前傾の姿勢が入った状態が正しい体の縦回転というようなイメージですね。ぜひ持つように心がけてみてください。